チャイルドハートがいつも保育士さんたちに言っているのがあの私たちはお子さんのパパとママの代わりだからやっぱりパパとママが仲悪いと子どもってすくすく育たないでしょパパとママが仲良くねしてるからこそ子どもってすくすく育つからやっぱりそこは大切にしてますホームページにも書いてるんですけどお子様をぎゅっと抱きしめててあげてくだださいだから私たちも保育士もあのお子さんが良いことをしたらギュッと抱きしめてあげたりとか。 あと、寝る前にお休みのぎゅってしたり、とかやっぱりすごくスキンシップって大事だと思うんですね。子育ての中でやっぱり一番大事なのは愛情なんですね。で、愛情って言っても、やっぱり子供に一番伝わる愛情表現っていうのがぎゅってすることなんです。で、多分皆さんもあの誰かこう好きな人にぎゅってされたらすごく心が癒されて嬉しいじゃないですか。そういう思いを子供たちにあの。 体験させてあげたいすごく大事だしそれで愛情が育まれていくので私たち保育士もギュッてしますしお父さんお母さんたちにもお子さんをギュッとしてあげてくださいっていうことは一番おお母さんお父さんたちに言いたいいことですねいかに自分の思いを受け止めてくれるかでいいことと悪いことを区別してもらって叱ってもらえるかあの先生はいいって言ってこの先生は悪いって言うと子どもたちその何がいいのか悪いのか分からないので。 あの毎日朝礼幽霊でこれについてはどういうふうに指導するかっていうのをみんなで統一して,叱ってしっかりあのいけないことはいけないだからしていいことをしなければならないことをしてはいけないことその3つの区別をすごくはっきりつけないとあのいけない年代なのかなっていうはい一番の保護者の願いは何かっていうと やっぱり子供が毎日笑顔で楽しく保育園に行ってくれてお友達たくさん作ってやっぱり安心安全に預かってもらえるということと一番力を入れてきたのが保育の見える化ということで例えばウェブカメラを初めて日本であの園の中に取り入れたりとかそれ以外にもあの無記名アンケートのを毎月取ってましてでそれも全部公開してこういうアンケートも公開してっていう。 お母様の声をすぐ拾い上げてすぐ次の保育に生かしていくっていうようなやっぱりそういう,母の,思いっていうのをすごくやっぱり大事にしましまたそれプラスやっぱり私自身も保育士だったので保育の現場いかに働きやすいくて保育士がニコニコしてると子どもたちに愛情が行き渡るかっていうのをよく分かるのでそこを大事にしてるのとあとはあの経営の視点を巨大化とか組織化はしたくなくって。 やっぱり一つ一つの縁をこう大切に育ててい,っていきたいっていうのがあの私の思いです。普通は企業って利益追求型なんですけど、あの弊社はもう幸福追求型です。幸福追求型を軸に置くと群れないですし、あの例えば縁で何か物事が起こった時に、別に縁サイドで物を考えますよね、現場サイド。じゃなくて幸福追求型だから、みんなの,そのお母さんの視点であったり、いろんな視点で考えると答えが あのその偏らないといいますかすごく大事でだからあの弊社の営業の仕方が営業マンは私一人なんですけどホーームページを見てよくくいいいろろなご相談をいただくんですね例えば北海道から沖縄まであのこういう地域でこういうこと困ってるんだけどとかあの今度あの我が社でそういう保育園作りたいんだけどっていうご相談があると無料でどこでも駆けつけまして。でそここでで解決できることがあれば あのいろいろご助言差し上げて解決していくんです。で、あのそういうのを見るとどうしてただでそういうコンサルするのって思われるんですけど、そのいろんな地域に行ってご相談を受けてあのいろいろお話を聞くうちにあの弊社の方にそのノウハウがたまってくるんですね。あ、地域ってこういう課題で困ってるんだとか、あ、企業様でもこういう 考え方こういう企業はこういう考え方なんだっていうすごくノウハウがたまってくるのですごくそれは財産だと思ってます。で20社ご相談受けるうちのまあ1社ぐらいその中で1社ぐらい保育園制約できたらいいなっていう感覚なのではいもう本当にあにすごくいいスパイラルで循環してます。あの今ののの日本のまあ子育て,っていうのはあの先進国中 ワースト1位っていう、あの、日本ってこんなに先進国なのに子育てがしにくい国。で、しかも今どん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 働く女性が増えているのに子育てがしにくいっていうことでもう本当に悪循環を起こしてて、で、待機児童も多いですし、待機児童も多いプラス、やっぱりお母さんたちの子育ての悩みっていうのがすごくやっぱ大きくなってきて、負担になっていて、で、その子育ての悩みを払拭してもらったりとか、 やっぱ軽減してもらえるところがない少ないっていうのであの私たち神戸イクメン大賞っていうのをあのやってるんですけど4年前からやっぱそれはあのどういう目的かっていうともっとあの男性もあの子育てに参加してあのそのママだけが子育てしてるんじゃなくてみんなで昔ってみんなね地域でとかおじいちゃんおばあちゃんとか地域の近所の方にもよく怒られましたよねそんなことしたらあかんとか。 もう一度そういうことを戻していこうよっていうので神戸育免園っていうのを神戸さんと一緒になってあのやらせていただいて私の副院長をさせていただいているんですけれども、まあ、そういうことも大事にしています幼稚園と保育園の一体化ということでもともと私自身も幼稚園の先生もしてまして保育士としても働いてましたでやっぱり現場が全く違いますでそれを無理やり一緒にくっつけて養護一元化ってするよりも,あのもう あのそういう方向に動いやっと動き出したんですけれどもやっぱり既存の保育園認可外保育園もそうですしあと企業のあがたくさん保育園を持っているので事業所内保育施設っていうことでそういうところを活用すると待機児童っていうのは本当にすぐになくなると思います。やはりあのチャイルドハートの一番の目標っていうのがあの地域全体で子育てしていた優しい昔の時代その時代に戻りたいっていうのがあるのでそこを目指してます。 でそこを目指すためには例えばチャイルドハートだけが単独で動くんではなくてあのいろんな業種の方と手を組んだりとか日本だけじゃなくて海外の人と手を組んだりとかやっぱりいろんなところとコラボレーションしてあの手を組んでいってで地域によってもやっぱ課題がいろいろなのでそこを一つずつみんなで地域で地域の課題を解決していくっていうことをしていきたいなと思ってます。みんなが幸福だからきっち きっちちり子供たちに愛情を注げる幸福でないと子どもたちもハッピーにならないっていうやっぱりあの子たちは本当に純粋なので私たちが言うことをやっぱ全て受け止めてしまうのでそのままだからいかにあの子たちの心の中にすごくいい素敵なものをふわっとした心の中に素敵なものをあのたくさん満たすためには 私たちが幸福でないと子どもたちに満たしてあげられないっていうのを大切にしています。